先月26日、児童文学のノーベル賞あるいは小さなノーベル賞と言われる、児童文学賞で最も権威ある国際アンデルセン賞の作家賞が発表され、魔女の宅急便などで知られる、児童文学作家の角野栄子さんが受賞しました。国際アンデルセン賞は、国際児童図書評議会により各年で授与される賞で、日本人の作家賞受賞は、1994年の窓、道夫さん、2014年の上橋菜穂子さんに次ぎ、3人目となります。国別の受賞者は、アメリカの5人に次いで、日本が単独2位。2009年に最終巻が刊行され完結した魔女の宅急便は、英語、イタリア語、中国語、スウェーデン語版も出版されており、ジブリ映画の影響もあり、海外にも多くの読者が存在します。昨日今回の受賞が、BBC で取り上げられたくさんの反応が寄せられているのですが、多くの方にとっては、当然と言える受賞だったようでした。